どうも皆さん、はじめまして、 N よしと言います。本日の動画はイタリアのローマにあるスペイン広場を360度カメラで撮影しました。左側には広場の中心地にあるジャン・ロレッツォ・ベルニーニ作のバルカッチャの噴水があります。正面にはトリニタディ・モンティ教会へ続く通称スペイン階段と呼ばれる大階段があります。それではスペイン階段を登ってトリニタディ・モンティ教会へ向かっていきます。トリニタディ・モンティ教会が見えてきました。こちらの2つの塔にはそれぞれ時計があります。昔は片方に当時イタリアで用いられていた6時間時計を、もう一つは通常の12時間時計がついていたそうです。現在は左側に通常の機械式12時間時計と、右側に日時計が取り付けられています。ただし時計の時刻は全く合っていません。いくつかの説として、止まっている説や昔の時間表記で指している説などがあるそうです。今度はスペイン広場に向かって階段を降りていきます。では今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、 Twitter や Instagram、 他の動画もぜひご覧ください。じゃあのー。